前回の引き続きといたしましてね、今回はバッテリー交換をしていきたいと思います。ちょっと試しに買ってみました。湯浅。湯浅は湯浅なんですけども、これ台湾製の湯浅ですね。本当は湯浅の正式品番で買うと、多分 YTZ7S とか、7L とかっていうね、品番なんですよね。さあ、バッテリーをまずね、車体から外さないといけないので、外していきたいと思います。最初ね、開くかどうかちょっと試してやったんですけど、ピン割れちゃったんですけども、ここですね、なんか割れやすいピン使ってるのかな。今どういう風になってるかわかんないんですけど、このですね、よいしょ、これくるくる回っちゃうんで、ここ押さえながら、よいしょ。ピンをね、引き抜きたいと思います。よいしょ。これが意外に癖者ですね。これね、もしかしたら一回ね、違う方がね、ばらしてるから、もしかしたら違うピン使われてる可能性もあるんですよね。よいしょ。お、抜けた。いいよ。お、蓋を開けます。これもね、多分塗装されてるんですね。これちょっとね、塗装割れありますよ、これね。よっ。お、硬い。じゃあちょっとね、手で開けられないので、クリッパー外しを使って外していきたいと思います。よいしょ。あ、意外に硬いな。意外に硬いですね。ちょっと端からやってみよう。はいよ。あ、硬い。どうなってんだろう、これ。構造どうなってんだろう。パリパリ言ってるけど。あ、角が硬いのかな、これ。あ、開きました。あ、ここにいますね、これね、バッテリーね。まずね、このバッテリーのバンド外しましょう。よいしょ。こう下に押し下げて、こんな感じでね、引っかかってるんでね、ここ爪になってるんで、こう引っかかってるんで、こういう風にね、こう外してもらうと。これが、GS 湯浅、まあ、日本製の湯浅の、型番ですね。YTZ7S っていうタイプですね。これ買ってみた台湾湯浅製の型式だと、多分これ、何の形かわかんないですけど、台湾の T なんですかね。TTZ7SL って前書いてありますね。左側にマイナス、右側にプラスって来てるんで。バッテリーを外していきたいと思います。バッテリーはですね、とにかくマイナスからやっていきましょう。プラスネジを緩めていきます。はい。こんな小さいネジなんでね、なくさないように気をつけてください。はい。そしたら、マイナス端子を外します。またね、バッテリーのところに触れないように、ちょっと、こうやって角度つけてね、違う場所に押し込んであげてください。はい。続いて、このプラス側。こっちですね。プラス側は、赤いこういうね、プラスのゴムのカバーがついておりますので、これも剥がして、プラスネジのところ、緩めていきたいと思います。で、このプラス端子も少し端に避けておきましょう。はい。そうすると、バッテリーが、フリーになりますね。こっちね、ちょっとバンドをね、今外れちゃったんですけど、屋外にも引っ掛ける場所があるんでね、このバンドも外しておきます。このまま、上に引き抜きます。ああ、いいサイズですね。さすがホンダ。はい、取り出せました。ちょっとね、取り付ける前に、ホコリがすごいので、エアブロスしたいと思います。これね、ゴムバンドってバッテリー入れてからだと、こう引っ掛けるのが大変なので、まずは、奥側、ちょっと見えますか、これね。こっち側から少し見えますかね。奥側にね、掛けるとこがあるんで。こんな感じで、よいしょ。うん、掛けましたね。引っ張っても外れないようになるんで、奥側これで OK です。ちょっとここら辺でね、ちょっと固定しておくといいと思います。はい、そして、こちら新品バッテリー。なんですけども、これをまず入れる前に、ここの端子部分が今何もついていないので、こう付属されていましたこのね、ナット類。これを先に取り付けます。よいしょ。はい。こんな感じでね、入っておりますね。こちらがナット側ですね。四角いから分かると思います。上からボルトを刺さりましたよね。なので、上に向かって穴が、上に向かって貫通するようにこうやってスッと、入れてあげてください。はい、こんな感じです。はい、そしたら、このまま、これね、横にね、ずり落ちることがあるんですよ。こうやって斜めにすると、このナットがね、こうやって、スッてね、ずり落ちちゃったりすることなんですけど、あ、こんな感じでね、スッと動いてしまうので、十分気をつけてあげてください。
なるべくこれをナットセットしたらば水平を保って、縦方向は大丈夫です。縦方向は動かしても大丈夫で、なるべく水平を保った状態で、よいしょ。こんな感じでね、セットしてあげてください。よいしょ。入るかな。ちょっとね、引っかかるところ多々あります。気をつけてください。よっ。よっ。こうね、少し角度変えるのきついかもしれないですね。よいしょ、入りました。はい。入ったら、まずゴムバンドしちゃいましょう。ゴムバンド止めちゃいます。まず。よいしょ。いいよ。まあ、こっちもね、こうやってゴムを手繰り寄せてかけるといいですね。はい。こんな感じで。場所が悪ければずらしてください。はい。で、このままですね、また端子をつけていきます。こういう細いマイナスとかですね、ナットの位置をこうやって正してあげてください。外すとき、端子を外すときは、マイナスが最初ですね。アース側が最初なんですけども、つけるときはプラス側が最初です。なんでバッテリーを外してつける場合、マイナスプラスプラスマイナスの順でやってあげてください。で、これ先にプラス側を取り付けます。回らなくなったところから10度ぐらいですかね。まあ、縮めしてあげれば大丈夫ですね。はい。そして、ちゃんとこのゴムのキャップをね、取り付けてあげてください。ぐっと押し込むようなイメージで。で、続いてマイナスですね。マイナスこっちはちょっと押し込んでたところから戻して。はい。こんな感じで。マイナスを。はい。よいしょ。こんな感じでね。つけてあげます。よいしょ。止まってから10度、15度ぐらいぐっと増し締めしてあげてください。で、もう古いナットは使わないんでね。何か予備用に取っといてあげてください。で、最後に蓋を閉める前にですね、ちゃんとバッテリーが作動することを確認しましょう。お、もうすでにね、さっきはキックしないとつかなかったものつきます。で、スターターかけます。スターターかけるときはね、ブレーキが反応するんで、ブレーキを握ってやりましょう。お、かけましたね。ですね、これが、そう、バッテリー交換する前の状況をね、言わなくちゃいけなかったんですけども、バッテリーがなくなってしまっていた場合は、まあ当然ながら、キックじゃないとエンジンをかけることができません。で、かけても、先ほどですね、グッとアクセルをラフに開いた時っていうのは、結構ね、電力を結構多めに供給しなくちゃいけない。プラグ側に電気をいっぱい送らなくちゃいけないんですが、それが追いつかなくて、エンストしてしまったりするんですね。で、それが、まあ、もう一回かけます。これがバッテリーが弱かった状態で今みたいなこうやってラフな開け方をすると電気が不足してストンと演奏してしまったりっていうのが症状がありました。でもやっぱりバッテリー新品にしたおかげで結構ね元気よく動いてくれております。最後にカバーをしてクリップをつけて終了です。はい、カバーを取り外した順でつけます。はい、今回これで以上です。まあバッテリー交換ですね、まあそんな難しい作業ではないですね。素人でも簡単にできるような作業内容ですね。時間かけてもまあ20分30分ぐらいで終わるのかなっていう感覚です。まあできれば、ね、自分であのバイクのバッテリー交換してみたいよって方いらっしゃったらですね、ホンダのバイクもしかしたら似たような感じでできるかもしれませんので、ぜひチャレンジしてみてください。まあこれに関してはですね、ちょこちょこ問題が浮き彫りになってきました。ちょっとキャブの調子も悪いな。で、こっちのスターターのスイッチも、ちょっとね、調子が悪いから、そちらもね、バラしていきたいと思っておりますので、もし気になる方、もしそちらの動画もチェックしてみてください。今回はこれで以上です。グッドボタン、チャンネル登録、各 SNS のフォローもよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイ。